こんにちは、NCT の翔太郎です。今日は僕のバッグの中身を紹介します。じゃーん。まず出てきたの帽子ですね。僕いつも帽子を何個か持ち歩いてるんですけど、いつも練習室とかに行くときに帽子をかぶってダンス踊ったりするんですけど、雰囲気に合わせていつも帽子使い分けていて、例えばなんか今日はヒップホップな感じで行きたいなって思ったら、このアンブッシュのバケットハットとかこんな感じで、これとかもそうですね、ギャラリーデプトって言って、これとかも本当気楽にかぶれる帽子なのでよく使っています。また小物ですね。はい、これヘッドホンなんですけど、ソニーのヘッドホンになってます。移動中とかによく使うアイテムなんですけど、本当これとかもいつも音楽聴くときにいい音で聴きたいときはこれをよく使ってます。ファッションとかにも使えるので、いつもこういう風に。次はじゃん、 MacBook Pro です。最近は動画編集とかしたり、あと僕ラップメイキングとかも最近勉強してて挑戦中なので、こういうの使って編集したり考えたりしてます。また小物なんですけどこれサングラスですね。はい、これサングラスとメガネです。はい、これとか銅入ってないんですけどでこれどっちもジェントルモンスターのものなんですけど、僕本当にこれ一回お店でつけてみて、わっ、これは絶対買わないとと思って買いました。特にこっちのメガネとかは日常生活で少し目元が寂しいなって思った時にこのメガネをかけています。でこっちのサングラスなんかは本当特徴的な形なので、僕が少しかっこよく決めたい時とか、普通に日常で目元を隠したい時とかはこのサングラスをよくつけてます。小物紹介もうちょっと入りますこれはいつも持ち歩いてるアイテムなんですけど、僕がちょっとケースを探してた時に緊急で買ったペンギンの可愛いやつになってます。この中身が何かというと、こういう風に香水が入ってたりするんですね。これはディオールの香水と、あとシャネルの香水で、よく僕が使ってるアイテムなんですけど、まあダンス踊る時とか外に出かける時にこれはつけて持ち歩いててこの中、あとはこれですね、ハンドクリームと目薬と、このブランド名がノンフィクションっていうブランド名なんですけど、これは本当に韓国で買ったものなんですけど、すごいいい匂いで僕はこれ欲しいなと思って買ったハンドクリームです。あ、いいですね。これがリップクリームですね。ブランド名がブラックモンスターって言います。このリップクリームの方と色付きのリップクリーム2つついてて、唇乾燥したら絶対これいつも塗ってて、あとはなんか少し色味つけたいなっていう時はこっちの赤リップの方よく使ってます。で、あとこれはアルコール除菌になるんですけど、これは韓国でメンバーのソンちゃんとショッピングに行った時に買った商品なんですけど、タンバリンズといってアルコール除菌になってるんですけど、本当にこれ匂いが良くて、いつもこれ僕がつけた時に周りの人からなんかいい匂いするんだけどって言われるんですけど、それ大体僕のアルコール除菌になってます。はい、これは愛用してますね。ソンちゃんとおそろっちです。はい、バックインバック僕本当にいつも荷物多くないと不安になるタイプで、少し出かけたい時とかにこのバッグでいつも持ち歩いてて、一番多分使ってるバッグなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、この中身とかはじゃん、 AirPods Pro これですね、アクセサリー入ってます。僕アクセサリーは本当さっき言ったように帽子と一緒でダンスする時とかにいつも使い分けたりしてるんですけど、はい、これとかはいつも僕必ずつけてる指輪なんですけど、これクロムハーツの指輪になってます。これシルバーで本当に使い勝手良くて、いつもファッションアイテムの一つとして使ってます。こっちはボッテガーベネッタ、これも使
使い勝手よくていつも使ってます。これもクロムハーツのピアスなんですけど、これはなんと僕の去年の誕生日に孫ちゃんがくれた誕生日プレゼントです。いつも愛用しています。これブラックサンダーですね。これいつも僕持ち歩いてるんですけど、この独特の食感、クランチが入った食感が本当に大好きで、いつも僕ついついお店とかに売ってたら買っちゃうものなんですけど、いつも韓国にも母親からこのブラックサンダーだけ単品で送ってもらったりするほど愛している商品です。抹茶は昨日食べたんですけど、コンビニにあってすごい美味しかったんですけど、まだこのバター、これすっげー気になって買っちゃったんですけど、ちょっと今から食べてみます。はい、ブラックサンダーバター味、至福のバターこんな感じになってます。うん、なんか少しちょっとキャラメルっぽい風味もあるような気がするんですけど、なんていうかな、本当高級チョコ店に売ってる高級チョコみたいな味がします。あとはこれですね、カードケース。僕あの韓国でショッピングするときとかは絶対このカードケースだけ持ち歩いて外に出たりするんですけど、とこいつがあれば全部買い物できる大事なものになってます。ディオールのカードケース使ってます。バッグの中見ラスト、スマートフォン、いろんなものチェックしたり、ファッションとかあとダンス動画とか自分のモニターするときとかもこれでいつも撮ってるので、絶対に必要不可欠なものです。僕がいつも使ってるこのバッグはイーストパックと MM6 のコラボの商品なんですけど、僕あのこれインターネットで見た時にすっごい可愛いなと思って絶対買おうって思ってたんですけど、速攻で売り切れちゃって、わあこれどうしようかなって思ってた時に、あのたまたまショッピングに行った時にお店にこれが売ってて、で残り在庫1個だったんですよって言われて、買いますって言って速攻で買ったものですね。はい、でこれはいつもあの練習室に行く時とかに持ち歩いてるもので、僕にとっては絶対欠かせないバッグアイテムになってます。あ、お気に入りのポイントが、これ実はリバーシブルになってて、じゃあ今これちょっとひっくり返してみるんですけど、ほほん、めっちゃトランスフォーマーみたい。よし、きた。 OK、できました。黒と白でリバーシブルになってて、いつでもなんか自分の雰囲気に合わせてあの使い分けることができるんですね。それで僕はあ、これめっちゃ可愛いなと思って、そこもポイントで買いました。これが僕のバッグの中身でした。はい、今日は最後までご覧くださりありがとうございました。 Vogue Japan の他の動画もチェックしてくださいね。以上 NCT 翔太郎でした。バイバイ。